15歳中学3年生の高木美帆はバンクーバーでのエントリー種目 1000m に出場しました。課題のスタートでうまく流れをつかむと、地元の大声援も聞こえなかったというほどの集中した滑りを見せます。終盤スピードが落ちたものの、オリンピック前最後の実戦で1分17秒87の大会新記録をマークし、見事優勝。注目の中学生がバンクーバーでの滑りに手応えをつかみました。まあ、表彰台っていうよりもタイムが結構出たのが嬉しかったです。オリンピックでは今以上の滑りできるようにしていきたいです。